んばんは。1月12日火曜日の夜でございます。平山茂です。どうも皆さん、今日は猫カフェに行きます。ちょっと猫に癒されたいです。猫に癒されたい。一人で猫カフェは初めてですが、突撃したいと思います。可愛い猫ちゃんに会えるといいんですが、どうなるでしょうか。駐車場もこの辺にあるって言ってたけど、到着。では行ってみましょう。チャイうまい。黒猫さん、書いてますね。ずっと見てるだけですね。見るだけですか。黒い。
当屋さんが見つかるといいですね。ねえ、人懐っこいし。食べないのかいって、君めちゃくちゃ可愛いじゃん。めっちゃ可愛いね、顔が。めちゃくちゃ可愛い。すごい癒されました。いいですね、猫って。大好き。今日ですね、お伺いしたお店は、保護猫カフェメオマルケさんというお店になります。お店のホームページと、Google マップ、こちら2点をですね、説明欄の方にリンク貼らせていただきます。よかったら遊びに行ってください。本当にいい時間を過ごせました。ありがとうございました。メオマルケさん、ありがとうございました。さあ、今日は連休明けのね、初日ということで、お仕事、体がね、重たい中行ったぞっていう、頑張ってきましたっていう方いらっしゃると思います。本当にお疲れ様でした。お疲れ様でした。大丈夫だよ。いや、言うまでもない。もうあなたは素晴らしい。素晴らしい。うん。素晴らしい。本当にお疲れ様でした。そして、見てくれてありがとうございます、本当に。まあ、僕の自己満の動画になるかもしれませんけども、まあ、少しでもこの動画を通して、ちょっと癒されてもらえたら嬉しいなと思いました。はい。また明日、動画を上げます。また明日もぜひ見てください。今日はご視聴ありがとうございました。そしてもしよろしかったら
チャンネル登録もお願いいたします。毎日ノープランで本当に行き当たりばったりの動画を毎日撮っておりますけれども、こんなチャンネルでよろしかったら登録の方お願いいたします。平山茂でした。ありがとうございました。では明日も一日頑張りましょう。おやすみなさい。